こんにちは、ネズミです。今回はイチローと確執のある選手や OB をご紹介したいと思います。イチローと確執があると聞いて真っ先に頭に浮かぶのがこの人、栗山英樹氏です。栗山氏は甲子園には出場できなかったものの、大学から頭角を現し、東京新大学野球連盟にて投手として25勝8敗、打者として打率3割8分9厘という並外れた成績を残しました。その後、教員を目指すものの、社会人で野球を続けるため朝日生命に入社。テスト入団のドラフト外で23歳の時、ヤクルトに野手として入団します。キャリアハイは入団3年目に残した打率3割1厘、本塁打4本、14打点。ですが、実は入団2年目から発症したメニエール病と闘病しながらの選手生活でした。一時は野球を諦めようとも考えましたが、入院中、自分よりもはるかに深刻な病を持っている子供たちと出会ったことをきっかけに、俺はなんて甘い人間なんだ、俺の病気なんてこの子たちに比べたら軽いものじゃないか、やろう、もう一回死ぬ気で野球をやって子供たちに病気でもやれるって夢を見せるんだと考え再起し、入団5年目に規定打席には33打席届きませんでしたが、打率3割3分1厘、本塁打0本、17打点という好成績を残しています。このように栗山氏は現役時代、子供たちのために全力を尽くし、さらに引退後は自らの資材を投じて少年野球場栗の木ファームを作り、子供たちの夢を応援しています。そんな栗山氏なんですが、野球界を代表するイケメンっぷりで、引退後多くの沖縄を流してきました。その中の一人が福島由美子アナウンサーで、これ僕がチェックしてるどっかの五流雑誌なんですけど、はい、国民的女子アナフジテレビ内田恭子くんのムッチンエロチカボディを16連発っていう、これ違いますね。これこっちや。すいません、こっちですね。失礼しました。これですね。はい。テレビ史に残るカリスマアナを総復習ということで、ここに四天王として名を連ねるくらい、福島由美子アナウンサーというのは、歴代のアナの中でも最も美しいと言われてるくらいなんですね。で、その福島アナと栗ちゃん、若い頃付き合って、結婚寸前まで行ったんですが、そこに現れたのが世界的テニスプレーヤーの伊達公子さんなんですね。で、伊達公子さんも皆さんご存知の通り美しいんですが、当時の写真見ると半端じゃなくて、ちょっと広末入ってるぐらい美しいんですね。雑誌なんかでも特集されてました。この伊達公子氏と福島由美子氏の間で、栗山氏は悩みに悩むことになります。もうこの健康的でムッチムチな伊達公子と、この上品で教養があって美の頂点のような福島由美子、わしどうしたらええんじゃいということで、半分も気が狂いそうになってしまったと。で、その当時悩める栗山氏が残したインタビューがこちらです。福島アナに対して栗山氏は、 99% は福島さんのことを考えているが、残り 1% は伊達さんのことを考えていると。これある意味正直なインタビューでいいんですが、もうこの2人のことで悩みに悩んでいるという心中お察しします状態であることが伺えるインタビューなんですが、これを受けてかなりのショックを受けてしまったのが福島由美子さんなんですね。はい。この婚約破棄に対して福島は当時の取材でこう語っている。確かに結婚の約束をしていました。私の親にも会って話をしています。でも95年に結婚はなかったことにしてほしいと突然言われました。納得できる答えをまだもらっていません。ということで、結果福島さんとも、これ伊達公子さんとも結婚はならずということに結果なったんですが、この後ですね、福島由美子さんとお付き合いして結婚まで行ったのがイチロー氏なんですね。1995年の暮れから数回にわたって TBS ラジオで放送されたイチローの気持ちはいつでもフルスイングにて、福島さんにもフルスイングしていったと。で、福島さんはそのアシスタントを務めていたんですが、このラジオが交際のきっかけになったと。そしてこれかなりのイチローからの猛アタック、アピールがありまして、 T
TBS がインタビューを行うときは必ず福島さんを指名するようになったと、まあ、完全に狙ってるわけですね。でこんなこと言うとまたね、これまた記者が適当に書いたやろう、こんな一郎がね、こんな野球頑張らなあかん時期で一生懸命野球やるね、ストイックな一郎なのにこんな女性を落とすのにわざわざ指名したりね、そんなんするはずないやんって思うかもしれないんですが、これ当時ね、一郎が福島さんを狙っていた時の行動ですね、それがラジオですとかカメラに残っておりまして、今回我々それ探しました。そして見つけました。まずはこちらご覧ください。あの好きな DJ とかファンのアナウンサーとかいました？アナウンサーあ、よくわかんないですね。あ、福島さんっていう感じでお願いします。本当にもうからかわれてますね私も。続いて福島アナからのインタビュー、そして球場でも。女性30でしょ。30、うん、聞こえない。はい、もう最後なんかドア越しに長いこと話してますからね、もうドラマかって思うぐらいなんですが、まあ、いっぱい話したいんでしょうね。まあ、これででもテンション上がって、多分この日一郎5打数10安打ぐらいしたんじゃないかと思うんですが、いいですね本当に。はい、まあでね、一郎と確執がある人物ということなんですが、やはりねこの福島さんの元彼栗山氏には一郎氏も一物持ってるというか、日米通算4000本以上ヒットを打ってる一郎氏なんですが、いつもね栗山氏とこの遺恨ですね、もうね私に言わせると、まあこのね栗山氏との遺恨を考えて、一郎氏はこれまでバットを振ってたとも振ってないとも言われています。はい、一郎氏は何かお父さんとは今あんまり仲が良くないみたいですね。はい、では次はアメリカで大きく報じられた一郎襲撃計画についてなんですが、これは一時期一郎がマリナーズのチームメイトから嫌われてしまっていた時期の話で、その理由は簡単に言うと一郎独特のあの態度が気に入らないで、チームメイトから裏で一郎につけられたあだ名が横綱らしいんですね。さらに一郎がヒットを打ちまくるんですが、チームバッティングではなくて自分の記録のためのヒットだろうとかいう難癖も一部チームメイトからつけられていたと。でその時期一郎はこれについてすごく悩んで王さんに相談します。オフに王監督に会った時に聞いてみたんですよね、監督は現役時代どういう気持ちでプレーされてましたかって。そしたらそんなの自分のために決まってるじゃねえかって、それも間髪入れず、チームメイトとの不安に悩む一郎は王貞治の言葉を胸に自分のためにヒットを量産し続けたのだ。ということで一郎は一部チームメイトのことを気にせず自分を貫くんですが、そんな遺恨があった上でこんなことが起こります。チームメイトで投手の JJ プッツが投げていた時、一郎がレーザービームで本塁へ走るランナーを刺そうとするんですが間に合わなかったと。でその間一塁にいた松井秀喜が二塁へ走ってしまって、プッツが陰でチームメイトに愚痴って、そこで話したとされる内容が記事になったんですね。それが JJ プッツの一郎襲撃計画で、シーズン中に一郎をノックアウトするとプッツが言ったと報道されます。でこの計画は実行されなかったんですが、これについて一郎は足を引っ張ろうとする人がいるので、負けているチームというのはそれには引っ張られないようにとは思っている、結局それは結果を出していくしかないので、そこの強い気持ちはちょっと持っている、うまくいかないからといって人も巻き込みたいみたいな人がいるので、そこは負けないという気持ちは持っている。そして元レイズのマクラーレンも、イチローに対するジェラシーだよ、子供のような選手ばっかりだった。そして元マリナーズのホセ・ギーエンも、こそこそとその選手がいないところで噂話をしているやつが許せない、そんなやつがいたら本人にはっきり言えというね。そもそもイチローが自分勝手な選手だなんて、イチローほど全てを野球に捧げてる選手を俺は知らへんわと述べ、当時のマリナーズでの出来事はイチローへの嫉妬やただのやっかみが原因だったということが分かっています。はい、というわけでいかがだったでしょうか。様々な遺恨に負けずとんでもない成績を残したイチローなんですが、それを最も支えたのは彼の持つ強靭なメンタル、そして妻の由美子さんだったのではないかと思います。それでは